不思議な絵画の錬金術師。
本に書いてあった通り。素晴らしい品ですね。これさえあればきっといいパペットを作れるはずです。あのシスターってお裁縫できるんですか？まあ裁縫には自信があるんですよ。失礼なことを言う口は縫い合わせてしまおうかしら。ああ嘘です、ごめんなさい、ちょっと気になっただけです。まったく、二人とも劇を楽しみにしていることですね。私人形には一加減ありまして、
素晴らしいパペットと人形劇をご覧に入れましょう。私の人形劇は他のものとは一味も二味も違いますから。それは分かりましたけど、今度こそ私たちのこと呼んでくださいね。そうそう、絶対の絶対、絶対ですからね。ずいぶんと根にも、大丈夫、今回は忘れないので、もう少しだけ待っていてくださいね。商品の補充をしておいたわ。またたくさん買っていってね。どれが欲しいのかしら。これでいいの？ありがとう。これでいいの？ありがとう。また寄ってちょうだいね。なくなってた商品を仕入れたです。また見ていってください。どれを買ってくれるです？
です。毎度ありです。職業、お礼を欠かすわけには。あ、あれにしましょう。うん、量販サービス開始。量販、何ですかそれ。私には特殊な力がありまして、スーさん、何か物を貸してもらえませんか。ほう、じゃあこれを。ありがとうございます。
たくさん増やしておくです。どれを登録するですか？これでいいです。毎度ありです。これでいいです。毎度ありです。これでいいです。毎度ありです。また来てください。首と背を長くしてお待ちしていますので。目的地は気の向くままに。そろそろ店じまいの時間です。早く寝ないと背が伸びませんから。どれを登録するですか？これを登録するですね。わかりました。たくさん増やしておくです。どれを買ってくれるです？これでいいです。毎度ありです。また来てください。首と背を長くしてお待ちしていますので。